ドスの効いたお姉さんから生まれたての赤ん坊までこなす演技派、弁天役の三田裕子さん。そして審議会にこの人ありと北京放送のキャスターが泣いて叫んだというランちゃん役の小宮和恵さんだ。弁天の三田裕子です。すごい人数ですね。あ、なんか上がっちゃいますね。弁天っていうキャラクターがね、うん、あの私、初めてあのこういうスケバンっぽいっていうかね、男を初めてですか？いや、そうですよそういうキャラクターに巡り合ったんですけどね、いやもう大好き でもう皆さんからいただくファンレターの中でもね、一番弁天のファンの方が多いみたいで、よく応援していただいてるんですけどね。かっこいいもん ね私もね、こう憧れるっていうか、うん、自分じゃないなって思うんだけど、和恵さんの場合はねあの私のランちゃんはもう皆さんご存知だと思いますけどもね、もうほんとカット代わりでコロッコロコロッコロ手のひらコロッコロコロッ変わりますから、ほんとそれ自じゃないのとだからやっぱりあのね、例えばなんちゃん幸せっていうのと、うん、もうかわいいそれからもうほんとカット外でもうドラーっていうのと、うん、もうそれこそあの一瞬にしてお腹でふっと息を吸わなきゃいけないという、うん、これやっぱね、伊達安息をで舞台で芝居やってませんから。そうだね、ちょっとあれ、そういえばおゆきちゃんは、え、私知らない、当然ランちゃん知ってるでしょ。おゆきちゃん、あ、こんなとこにいるあれやだ、どっか行って隠れて、また怒ってんじゃないの。おゆきちゃん、そうかもしれないわよ。おゆきちゃん怒るとさ、ゾッとするほど怖いから ねわしゃ知らんど、わしゃ知らんどって、ちょっと責任を押し付けんなよ、ならさあ。